女優でタレント、足立梨花、30、が一粒万倍日の26日、手話パフォーマーユニット、ハンドサインの立つ、年齢非公表、との結婚し、東京都内でツーショット会見を開いた。同ユニットのミュージックビデオに足立が参加したことで出会い、この日は手話の同時通訳を入れ、馴れ初めを告白。二宮金次郎の末裔にあたる立つが妻をおんぶする、金次郎ポーズも披露し、足立は、笑顔が絶えない家庭を築きたい、と声を弾ませた。新婚ほやほやの足立と立つが、いきなりの結婚発表&ツーショット会見で驚かせた。午前10時の発表から5時間後、黒スーツと薄紫のワンピース姿で登壇した二人は、それぞれ手話で挨拶。聴者と老は物の架け橋としても活動している立つは、自分たちの気持ちを聞こえる人にも聞こえない人にも届けたい、と会見を開く理由を説明し、手話の通訳を入れて報道陣の質問に答えた。2017年、ハンドサインの、僕が君の耳に、なる、のメガボルトに足立が参加したことで出会い、昨年8月の、夏フェス×手話にも出演したことがきっかけで交際に発展。この日に二人で都内の区役所に婚姻届を提出し、足立は、名字が変わり、結婚したんだな、って、と微笑んだ。夫の第一印象について、優しくていい方、と言い、結婚の定め。寝てには、何でもしてあげるタイプの私がお願い事ができるところ。素敵な未来が描けるんじゃないかと思った、とおのろけ。婚約指輪の値段を問われた立つが、ハリー・ウィンストンで70万円です、と素直に答え、会見を和ませる場面もあった。